おはようございます。おはようございます。ご無沙汰します。いえいえ、いつもされてます。今日は青森からですよね。そうですね。青森どちらから？七戸です。七戸からです。志津川の彼はどれくらいぶり？震災前に来たっきりで。あ、じゃあもう震災後は初、初です。じゃあ今日楽しみです。そうです。今日の作戦は何か？まあ朝勝負かなと。さすがよく分かってらっしゃる。おはようございます。おはようございます。志津川はどれくらいぶりで？もう震災後始める。ああそうですか。今日はかかりずの帝王頼政さんが来ます。今日の作戦は？そんなことないですけど、この変わり始めさまで見てみます。全然変わりないですよ。ゆいさん、ご無沙汰します。あ、どうも、久しぶりです。だいぶね、彼連れてるみたいですけど。そうなんです、おかげさまで、ね、はい、ブログとか見るとかなり大型のマコガレイがと、うん、そうなんですよ、更新されてて、はい、結構釣れてるんですか最近は？最近はですね、数も型もいい感じで釣れてますよ、はいはい、今日もがっちり水温下がったところなんで。そうですね。ただこの 2,3 日前のあのうねり、うん、うん、それの影響がちょっとなければいいなっていうところもあるんですけど。大丈夫ですか？はい。でもね、マルカノさんっていうかね、志津川のファンの方がこんだけ来ていただけるから、ね、そうなんです。感謝、ね、感謝です。はい、また志津川の本当にありがたいです。あのかかり釣りのマコガレが楽しめると思いますので、私も来ますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということですね、震災後初のガマカツの志津川のカレー釣り大会どうなるか楽しみです。皆さん映像を楽しみにしてください。お待たせいたしました。皆さんおはようございます。おはようございます。ガマカツ船カレー釣り大会、志津川会場ですね、今年最後の会場になりますけども、これから、開会式および、ルール説明ですね、行いたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。本日朝早くからご参加いただきありがとうございます。ルールの方を説明いたします。まあ、おなじみなんですけども、大会規定として竿、針はガマカツ製品に限ります。審査方法は体長20センチ以上のカレーのみの総重量となっております。総重量の場合は総匹数の多い方を上位といたします。はい、豊臣丸さん4名、はい、はい、カーラテープお願いします。あの順位の決定方法なんですけども、まあ、これもおなじみになりましたが、まあ、各線の1位ということですね。選手を複数のグループに分け、そのグループ内での超過順にグループ内の順位を決定します。まず各線1位になっていただくことが、最重要となりますので、その中でさらに、1位から順位を決めるという形になります。じゃあプラテックします。あ、はい、すいません。この辺サスが入ってます。アングルとか入ってないかな。はい、どうぞ。はい、はい、OK です。はい、はい、はい、大丈夫ですね。じゃあ12時半ありで。そうです、12時半に竿納めで、それからですね。はい、わかりました。はい、頑張ってください。はい、いらっしゃい。1枚。大丈夫ですか？
この街ありがとう。いい人で12、3枚、うん、肩もいいですか。肩はいいです。昨日はみんな37、8、40近く、うん、うん、お肩乗った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 。あ、なんかやばいプルプル言ってる。プルプルアイナメっぽい。おらおら、なんだよ、カレーだぞ、カレー、カレー。よしいいぞ、よしいいぞ、よしいいぞ、でけ、これだ、やりました、グーだね。なんだ、期待できんじゃないの。そうだよ、カレーか。お、アイナメっぽいですね。カレーだね。カレーですかね。ほら、お、あいつの中飛び出した。やったあ、若干動き出したってことなんでしょうね。引っかいてるよね、うん、おーおーおー、なんだ。ありがとうございます。あ、ちっちゃちっちゃ。なんか俺のはこんなのせりんだな俺な狙ったようにこんなのさあ、池田さんが釣れてません。また平さん来た。おお、ハンバーガーや、うん、今度はでかい、さっきよりでかい。今度もよし、もうそれいいからやな。いいよ、いい感じ。取りよ、よし、おいおい、2枚目、やったー。いいよ。お、やばい、おやば、来たの。来たら騒ぐだろう。よし、場所を変えますか。変えましょう。はい、開けてね。
ら行っちゃおう。じゃあ拾うか。そろそろ。今日はですね、私が使っている竿は競技スペシャル2の、M タイプの 1.65 です。実はですね、志津川湾のかかり釣りでは一番多く使ってる竿なんですよ、この竿という。なぜならまずはですね、まあ、もちろん感度はもう抜群にいいんですけども、やっぱりこう大型のマコガレイを曲がりをこう楽しみたいっていう部分もあるじゃないですか。でもきちんと張りがあって感度も良くて誘える、やっぱり合わせた瞬間に結構綺麗なこう弧を描くような感じなので、その辺が好きでよく使ってます。はい、今ですね、池田さんが天長弦を使ってますけども、まあここの大体中心今30メートルぐらいなんですけども、もうちょっと深くて泥がきついようなとこ行った時はやっぱり先調子の部分での誘いっていうのが重要になってきますんで、そういう場所に行ったらちょっと天長弦を使ってみたいと思います。あとはまあ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 ですね。でもなんか久々にこうガッてきたあの当たりがね、たまんねえな。なんで大きいです。お、タイルさん来た。京一、京一、あ、これタモだな、タモ京一。いいよ、いいよ、みんなすっかり同じような泥だ。ちゃんとシャークアップ食べる。やれ。おーっしゃ。マジだおい。このママだ。ママ。場所関係ねえぞ。ほらほら、あら、いけるおーし、ほら、水水水の、おーら、イエイ、真剣にやってます。あれ、あっち起きてるぞ。取るぞ。爆鳥です、爆鳥。来たか。うるさ、俺。やっと。ちっちゃいけど。ダメだ。ちっちゃいけど。おお、来た来た、カメさんも来た。おお、まあまあ、つまずなっちゃう。これではちっちゃいで。いや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 、そんな。お疲れさん。あ、アイナメですね。ですね。でも、結構いいサイズだよ。ナメとビッグ。あ、いいですいいです。ビッグナメと。いや、これタモか？あなんだよ、刺身。ねえ。はい。よし。おら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 でかいよ。おら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 、なんだこいつだ。おお、まず息を吸わせてまっすぐな状態で上げれば簡単に上がる。えい。今日はですね、最初私のまあ仕掛けを使ってたんですけども、両天秤タイプの仕掛けなんですけども、まあ、小型のカレイが結構やっぱりアピール度が高いため小型のカレイが最初に寄ってきてるっていうのがあって、結構カレイの数は多いんですよね。そこで中遊式の仕掛けを使って変えたところ、マコガレイの大型がヒットするようになりました。で、まあしっかり泥場なんて泥の上っ面をですね、こずくようなイメージ、こずくっていうか撫でるようなイメージですよね。そのさらに上に中遊の針がこうイメージで動いて下の方も食ってくるっていうのが出てきてる。さっきは中遊針、今度は重りの下の一番近い針っていうふうにかかってきてますんで。ちなみに
やればできんですよ、私だって。これはカレーだろ。まあちっちゃいけど俺にしてみりゃ。はい、どうも。おお、平くん。平くん、今日やばいね。来てるね、今日。いい感じだ、いい感じだ。カモはいらねえぞ。あ、さすが。じゃあ、抜かしてもらいます。はいよ。よし、ナイス。35くらいね。遠い、窮地だ、俺の。やったー。来た来た。まあ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 、ちょっと揃いじゃないね。シャーしかしすごいな、この鈴川湾は。釣れる。うわ、おお、やったやった。どこに行くの今度。今ですね、ちょっと浅丸の方に来まして。あ、ゴミ。こういうとこって意外にそのさっきから小づいてるのがあるんですけど、ゴミが多いで、水中映像を撮ってると分かるんですけど、ゴミ多い場所って本当に牡蠣殻とかワカメとかああいうやつがごしゃごしゃあるんですよね。それを結構やりがちなパターンとして、牡蠣とかに引っかかってこうピャッとこう合わせて餌外れていくじゃないですか。そうすると餌外れるってことは魚との出会いは少なくなりますよね。だこういう場所ってより細かい小突きが必要で、イメージとしては一個一個ある落ちた牡蠣の牡蠣殻を点検しながらそれを乗り越えていって、なおかつ餌を引っかかんないようにしぼかしていくっていうイメージなんですよ。餌ってあるバーンっていうので一番外れるじゃないですか。あの牡蠣とか絡まった状態でビンって張った状態で餌がパラパラっと落ちていく。そうするともうカレイが釣れなくなっちゃうんで、だから合わせるっていうよりもこうずっと細かい誘いながらも聞き続けるっていうか確認し続けるっていう。おっと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 、ね、来たでしょ。しかも浅場だと走る例がガッと走った時にドラム閉まってるとバレるんで、結構緩めで行った方がいい。ほらほら走るでしょ。こういう風に走るからね、ドラムは緩めておかないとダメなんですよ。時間かかってもいいんで、ほらそんなに肩は大きくないと思うんですよ。まだまだまだ、これが下にゴミがある時の釣り方。あふえ、おいしいよ。お、持ってましたよ。あ、カレーだな。結構いいの。まあ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 っすね。まあこんなもんはいつでも。多分いらないかな。一応かけてくれよ。一応ね。まだまだ満足じゃないけど、まあ今日は勘弁してやろうか。こんなもんで。はい。
皆さんお疲れ様でした。常丸さん、甲信丸さん、こちらで検定を行います。17、18、19、20、8.68、はい、23、あ、これ一番だな。ほら、9.12 ね。9.12。はい。あらららら。崎さんですね。5.36 ね。はい、じゃあ11.12 ね。11.12。うん。もうちょっとだよ。10。重量だからな。確認してね。これも10キロか。あ、9.92 ね。おお、よりまつすごい。あらららららら ら。あーすごい。9.62。しかしいいサイズだ。皆様どうもお疲れ様でした。早朝よりお集まりいただきまして、無事表彰式の方にを迎えることができました。でまた釣果の方もすごくよく盛り上がった大会になったと思います。まだ平素はガマカツ製品をご愛用いただきまして、会社を代表してお礼申し上げます。また今後とも、いろいろ商品開発していきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。続きまして、地元の釣具店さんを代表しまして、マルカの釣具の、さんの方から、一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。本日はお忙しい中、お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。 3.11 の、東日本大震災で自宅兼店舗全壊流出し、気仙沼店も被災をいたしました。1ヶ月後、一ノ関市千枚町に、本店機能を移しまして、とりあえずなんとか営業をいたしました。ただいまは静川店、気仙沼店、新天地、大船渡店、現在は4店舗体制で営業を行っております。新生マルカノはマイナスからのスタートとなってしまいましたが、メーカーさんの方からですね、まずはできることから始めましょう、強く背中を押していただきましたので、現在に至っているところでございます。改めまして、本日ご参加いただきました皆様方、そしてガマカツのメーカーさん、ガマカツのプロスタッフの皆様方、そして GMG の皆様方、
常々、ご支援いただいておりますお客様、南鈴木様方に今後お借りいたしまして心より御礼を申し上げます。今日も皆さん、いい感じでね連れてきたようなので、なんか私もお骨しております。本日は誠にありがとうございました。ということですね、マルカノさん素晴らしい場所に移転されました。早速ですけども、順位発表の方、行っていきたいと思います。第3位、両吉丸五条線、佐野治様超過が 9120g、23枚でした。おめでとうございます。続きまして、準優勝、第2位の方、高丸五条線の、より松和夫様超過の方が 9620g、 20枚でした。ございます。入る、優勝の方はですね、もうダントツの超過でしたけども、新陽丸五条線の、安本孝弘様、超過が 11120g、 11kg、24枚でした。おめでとうございます。表彰状、優勝、安本孝弘、殿、あなたは平成26年度ガバカツ東北地区カレー船釣り大会静川会場において当初の優秀な成績を収められました。ここに記念品を贈り表彰いたします。平成26年11月9日株式会社ガバカツ代表取締役社長藤井俊孝内職、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。カレー競技スペシャルですね、こちらのサーブ贈られます。おめでとうございます。表彰状、準優勝、より松和夫殿、おめでとうございます。より松さんにはエアフローターですね、こちらが贈呈されます。ありがとうございます。表彰状、第3位、佐野治殿、どうもおめでとうございます。安本さん、今日の仕掛けはどういった仕掛けでしょうか。そうですね、シンプルですね。昔から使ってるシンプルなので悩みましたけど、それ1本で、長さは、60センチくらいですね。何本針でしょうか。3本と2本ですね。綺麗な2本に変えましたけど3本使ってました。どういった誘いを、あまり上げず転がすような小突きですか。はい、ありがとうございます。なんか連れてたのは取材班だけじゃなかったですね。なんかごめん、連れてもんねかったよ、静川は。ということで、今連れてます。お早めに来てください。お待ちしております。はい、OK。